ナイス TTM ボーカル&キーボーディストのキックンです。今回は無料音源ですね。非常におすすめなものをお伝えしたいと思います。その名もヘビオシティのスタッカートストリングスなんですね。こちらは前に紹介したスタッカートブラスの、まあ、同じシリーズなんですけれども、同じくですね、使い方と、音の感じお伝えしていきたいと思います。まずですね、このコンタクトで、こちら読み込んだら、まあ、このような画面がですね、表示されます。まずですね、プリセットね、ここで選べるようになってます。クリックするとここでプルダウンが出てきてですね、音を聞いてみましょうか。でここでのポイントというのは、見てください。この低いところから高いところまで音が入ってると。高いところだと、低いところだと、こんな豊かなサウンドが入ってるんですね。じゃあちょっといくつかプリセットを切り替えていきましょうか。という感じだったりとか、あとこのようにですね、RHY、これリズムですかね。これはアルペジエーター機能がついていて、このように、もう、鍵盤を押すだけでですね、もうリズムになるっていうものもあるんですよ。静かな音とか、これもアルペジエーターですね。ARP って書いてあるの。でこういう風にずっと鳴らしっぱなしにしといて、もう一個別のトラックで、みたいな、別のメロディーを弾くのもありなんですよ。あとこういうね、はっきりした音ですね。でこれはさまざまなプリセットあるんですけれども、いっぱいいろんな音色の波形が入ってるということではなくですね、ここでエディットできる範囲で、いろんな表情をつけてるよっていうことなんです。じゃあそれを自分でもどうやってカスタマイズすればいいのか、それはズバリ、一つ一つ説明していきます。まずですね、このストリングスと、テクスチャーっていう2つがレイヤーされてますね。これ要するにともうゼロにしたら何もならないんですけれども、じゃあストリングスだけにするとどうなるかっていうと、っていうふうにストリングスだけがなる上に、このように LR を決めることもできます。でさらにこのテクスチャーですね、テクスチャーのみにするとこういうね、結構前に紹介したスタッカートブラスとはまた違った分かりやすいテクスチャーの音ですよね。これももちろん LR を分けることができるんですね。これを混ぜ具合をですね、好みにして、このようにしておいて、どれぐらい混ぜるかみたいな。できるわけ。では次のページ行きましょうか。これポイントなんですね。これシンセサイザーみたいに自由自在に音の時間軸を扱える部分なんですね。さすがヘビオシティ。じゃあまずここ、アタックタイム、ディケイタイム、サスティーンとリリースってあるんですけれども、これシンセサイザー的な考えで言えば定番の考え方で、専用の動画を見てもらえたらと思うんですけれども、まあアタックですね。アタックも出だしの速度ですね。この、ゆっくりにするとふわーって、ほら、まあ、これまた、普通のストリングス、本物のストリングスだったらありえない、うわーっていう音も作れるし、あとこのサスティンをゼロにした上でディケイを短くするとどうなるかというと、このように、いわゆるプラックサウンドみたいな。っていうサウンドも作れるし、あとサスティンを上げるとですね、このように、まあ、ちょっと、まあ、元の波形がスタッカートなのでそんな伸びることはないんですけれども、このように、まあ、ちょっと長い余韻というかね、をもたらすことができる上に、このリリースタイム、これポイントなんですね。これリリースタイムがですね、分かりやすくするとこうかな、もうちょっとこうしようかな、リリースを短くするとですね、こういう風になるんですよ。分かります？鍵盤離した瞬間に音がもうリリースカットされるんですよね。っていうなんかもうシンセのようにありえないストリングサウンドを作れることもわけなんですね。いいですよね。リリース伸ばせばこのように、でもただこれテクスチャーがずっと伸び続けちゃうので、
マックスにする場合はテクスチャーはなしにした方がいいかもしれない。ファーって慣れ続けてますよね。では次に行きましょう。このオフセットですね。このオフセット何かというと、まあ上げれば上げるほど、まあ、ちょっと短くなるわけなんですよ。テクスチャーオフにしよう。で、これ何が起こるかというとですね、波形があったとしたら波形を再生するポイントが変わるみたいな。つまり、0にすると最初から波形が再生されるんだけれども、遅くしていくとこのようにもう、波形の最後の方から再生されるみたいな。で、じゃあどこから再生するのかというのをランダムで決めることができるのがこのランダムノブですね。まあやりすぎてもまばらになっちゃうんですけど、これを上げることで毎回ね、弾いた時のニュアンスが変わるよみたいなことができるのがこのオフセットとランダムなんですね。じゃあ次に行きましょう。この、アルペジエーター機能、これもね、もうおなじみというか、これも、ストリングスとテクスチャー2つに分かれてます。例えばストリングスをオンにするとストリングスの音がですね、このアルペジオになると。しかもこれラッチとリトリガーとワンショットとあるんですけど、まずワンショットは何かというとですね、このパターン、上で作ったパターンを再生し終わったら止まっちゃうんですよ。このように鍵盤押しっぱなしにしてても。では次にラッチは何かというとですね、今鍵盤僕いろいろ押してるんですけど、ある程度その拍というか、このレートで決められた拍を超えないとその音が反映されないんですけど、このリトリガーにすることによってこのように鍵盤を押すたびに リトリガーされて、こういうふうにアルペジエーターが発動するんですよ。そう、押しっぱなしにしたらこうなるんですけど、こういうふうにフレーズが自由にこう打てるというか、これがラッチだとですね、同じように鍵盤演奏してもほら、もうここで決められたグリッドでしか再生されないっていう状態になるんですね。じゃあ、それでテクスチャーっていうのもまあ同じようなもんなんですけど、まあこれはこれでね、テクスチャー用の画面が存在してます。テクスチャー用のアルゴリズムのこのアルペジオとか、あとゲートとかもね、選べるようになってるんですけど、でこの真ん中の鎖を押すと2つが同時に、反映されるよっていうことになるんですね。で、このレイト一応いきましょうか。レイトは変えるとほら32分音符刻みとか、 T はあの3連符とか、ドットはね、普点とかっていう風に決められるんですね。あ、ドットはないか。ないですね。で、そして、レングスですね。これ要するにここの、コマですよね。何コマやるかっていったところ、この数を決められるパターンでね。で、あとこのモード。これはコードモードがデフォルトですが、単音モードになるんですよ。アップにしたらもうアップするような動き。ダウンアップとか。いろんなアルゴリズムが用意されてますね。これ非常に便利ね。そして、ゲートですね。これもブラスの音源の時にお伝えしたんですけれども、ここで設定した敷地よりも下回ったものは音を消してくれるよっていうことなんです。ほら。ちょっとわかりにくいかな。音だとわかりにくいんだよな。ほら、自分で挙動を理解してないとわかりにくいんですけど、ここで設定した値の敷地よりも上がるかどうかで、この音が、ゲートで切られるかどうかっていうのが変わってくると。だからテクスチャーのこっちでゲートとかを設定すると、なんかテクスチャーがね、必要以上にまあならなくなっていいのかなみたいな感じで。スムースは何かというと、いきなりパツンってゲートが切れたりするんじゃなくて、この滑らかにこうふわんってこう自然になってくれるっていうもんですね。で、そして次行きましょうか。 FX ですね。 FX はこれもシンプルにですね、もう見たまんまなんですけれども、コンプレッサーというか、まあパンチですよね。パンチを上げるとどうなるかというと、まあ要するにアタック感というか、なんか密度感というんですかね、出だしのこの感じと減らすと迫力感というかね、出だしの感じが、あとこのディレイとリバーブ、これデフォルトでオンになってるんですけどね、オフにするとまあオフにしてもなんかなってるな、ふわーって。で、ディレイ行きましょうか。ディレイ行くと、このように。立体感ありますよね。で、これタイムを上げていけば上げていくほど、この、ディレイがほら遅いの分かります？短くすると、まあ8分の1とかって今表示されてましたけど、ここで設定したタイミングで、このディレイがかかってくれると。こういう16だと
なるし、あとこのリバーブですね。リバーブ。これはもうシンプルにリバーブ。このリバーブの特徴はですね、ふわーってなんかシネマティックな音がするところ。ほら。これもタイムを長くすれば長くするほど。だし、短くするとショートリバーブですね。こんな音ですかね。こういう。こういう低音の、フレーズを演奏するときとかはリバーブを短くした方がいいですね。短くして分量もちょっと落とすと、そうすることによって音が低音で濁らないので、こういうコントラバス的なサウンドを使いたいときですね。音が濁らないというところですね。まあ、これをねリレーオンにしちゃって、タイムも長めとかにしちゃうとなんかわーってなりますよね。ちょっとやりすぎたかな、さすがに。まあ自然な範囲でやったとして、こういう風にしたとして、なんかこうもわもわってしますよね。これチーも積もればなので、楽曲の中でそういうことをしてしまうと、まあね、ちょっともわもわってなるわけなんですよ。だからそこは要注意といったところですね。ということで、使い方は一通りなんですけれども、最後にですね、ちょっと冒頭でも一瞬聞いてもらったこのサウンドを、聞いてもらいましょう。強風オールバックのね、これ何に打ち込んでるかっていうと、こういうふうに、まあ、これも打ち込み的には非常に、メインメロディーとあとオクターブ重ねてたりもするんですよね。オクターブ重ねつつハモリパートを入れたと。で、この前に、おすすめしたこのブラスの音源も加えていくと、こういう、まあこのようにですね、非常に素敵な音がすると。で、今後紹介したいと思っているピアノ音源、これも同じシリーズですかね、フリー音源なんですけど、まあこういう世界観が出来上がってくると。これがね、無料音源だけでこういう雰囲気のシネマティックなサウンドが作れるって本当に面白いというか素晴らしいですよね。ということで今回も見てくださってありがとうございました。有料メンバーシップもありますので、ぜひね、ご支援いただけたら嬉しいです。たくさんの動画お得に用意してあります。ナイスティーティームキックンでした。ダウンロードしてみてくださいね。